うわー、決まんねえマジで。え、過去と現在と未来、これ決まんないって。決まんないよ。どうしよう。皆さん、こんにちは。今日もこの時間頑張ってやってまいりました。フェスのチームを決めよう企画ってことで、最後のグランドフェスですね。グランドフェスのチームを、俺はまだ決めることができないんですよ。今回のお題は、お題なんだっけ？過去か現在か未来かって決めるんですけど、まあ、サポーターに、ヒヨカラーズとか、テンタクルズとか、あとスリミ連合が来るということで、まあ毎回ね、猫ちゃんに勝つチームを占ってもらってました。なので今回も猫ちゃんたちにお願いしようかなと思いまして、で、こちらご飯をもうね、遊んでる猫いるんですけど、ご飯を持ってきたので、どのチームのご飯を食べるのかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。その前に猫ちゃんを一旦しまいましょう。いいや、ちょっとせっかくだし場所も変えました。ここにご飯をお花感じで並べたので、何を食べに来るかですね。一匹ずつ見ていこうかなと思います。自分であげれるか？あげれる？じゃあ、ドラちゃん。来ました。やってまいりました。じゃあ、どのチームを選ぶのか。あ、違う。過去だ。過去に行った。何して過去行った過去。ほとんど来た。では、未来か現代かで迷ってますけども。現代。ほとんど現代行った。ヒカさん来た。ヒカさんも現代？どうするの？どうするの？現代がちょっと過去の方に寄ったな。ピカさん、余り物の未来に行かない。未来行かない。行かない。分からない。結局この占い最後まで意味が分からないんだ。トム食べるの下手くそ。現代が過去に行きました。未来チームがすごい取り残されているので、未来がどんどん前に出てきてる。過去より前に出ちゃった。未来も食べるの。先に耐え投げた、わかった、先に耐え上げ投げたお皿にしようか。あ、未来行った。未来行った。過去が今のところ進んでるんですけど、体の大きさから見るとちょっと食欲ありそうなのはこの未来を食べてるトムだよね。でもトム食べるの下手なんだよね。ピカさんが来ませんね。え、食べた？食べたの？あ、過去が選ばれました。過去にあった。待って、過去選ばれた。ということで決まりました。我々は過去に、猫ちゃんたちは過去に選ばれると教えてくれました。なのでうなちゃんは過去のチームに入れたいなと思ってます。めっちゃ食べるじゃん。